ソフィアバンク、ラディオステーション。ソフィアバンクラジオステーション、岡田武史、田坂宏の対話、人類の未来。今日は第2回目です。私は進行を務めさせていただきます、藤沢久美です。そしてこの対話の主役のお二人、ご紹介したいと思います。元サッカー日本代表監督、岡田武史さんです。よろしくお願いします。そしてシンクタンクソフィアバンク代表、多摩大学大学院教授、田坂宏さんです。よろしくお願いします。さあ、それでは早速第2回対話、人類の未来、今回も岡田さんから田坂さんに今日の問いかけをいただければと思います。そうですね、まあここのところいくつかこう疑問に思うというか迷うことがあったんですけど、まずその一つはですね、ちょっとどなたかわかんないんですけど、朝日新聞だったと思うんですけど、すごい一面を使ってですね、こう民主主義っていうものをこう語っておられるんですけど、その内容が、まあ、僕らとしては民主主義っていうのはある意味、まあ、最高のシステムだというふうに教えられてきたというか刷り込まれてきたところあるんですけど、その人が言うには民主主義っていうのは一形態であってね、いいとこも悪いとこもあると。で、ある意味民主主義というのは徐々にポピュリズムになっていって、国民みんなの意見をなんて言ってたら何も進まなくなってきて、何もやらないようなねシステムになっていく。だから今の成り行き、日本の成り行きというのは当然なんだというようなことを書いておられた。それを見た時に、でも解決策は書いてもらえてないんですよ。今の現状はそうなんだ、そうなのかなというのと、じゃあどうすりゃいいんだろうというのが一つで、もう一つは、これはテレビで見たんですけど、ヘッジファンドがですね、ヨーロッパの国債をですね、本当集中的に狙ってですね、売買をして、そのことによって信用不安を起こして、国債の金利どんどん上がって、ある意味国が崩壊していってるんですよね。ところが、堂々とテレビの前で、僕たちは別に、国を滅ぼそうとしてるわけじゃないんだ、彼らに隙があるからそこをついて儲けようとしてるだけだ、結果潰れるのは彼らのせいだと言わんばかり堂々と顔も出てるわけですよね。でも国をそうやって自分が儲けるために滅ぼそうとしてて、犯罪にも何もなんないのか、そんなことを堂々とやってる人たちがこうやってまかり通ってていいのかと、ものすごいなんか憤りを感じたんですよね。まあ、ちょっとその2つをなんかヒントをいただければと思っています。まあ、最初のね、あの民主主義の話から、まあ、入らせていただくと、いや、これ本当に歴史的に非常に大きな深いテーマだと思うんですよね。で、もともと若い頃に2つの言葉を耳にして、ああなるほどと思ったんですけど、例のあの鉄人政治、哲学者の鉄に人と書く鉄人政治と、あの修復政治という言葉が昔若い頃学んだんですけども、まあ、ある種の政治の形態として、本当に賢い人がそのある意味の家内の権限を持って一つの国を運営するという考え方は、まあ、一つの理想と言われた時代はあるわけですね。あのよく検定とか賢い帝という、はいはい、で一方で、あのそれに対峙されるように修具政治という愚かな民が政治の中心になってしまう修具の政治があるんだと。でこの言葉はまあ一つ追記として使われてた時代があるような気がするんですが、人類の歴史をじっと見ると鉄人政治なんていう言葉の危うさも我々思い知ったわけですね、うん、それはもう言うまでもなくファシズムで、ファシズムの場合にはご存知のように、あの一番分かりやすい例がやっぱりヒットラーで、でヒットラーって今から見るともうほとんどその残虐非道な悪人のように評されるわけですけれども、考えてみれば彼が政権取った頃って圧倒的な国民の支持を得てるわけですね。あの時代は本当にもう素晴らしいリーダーがこの国に生まれてきたとドイツの国民やかなりの人たちがそう思い込んだわけですね。ですからあの時代だったらもしかしたらそれはある種鉄人に近い非常に優れたリーダーがこの国を引っ張っていくんだという意識になったと思うんですね。
でも歴史を振り返ってみると実はあれは独裁政治だったと。でそれは一方でその国民の側が実は今振り返ればですね宗愚だったということでもあるわけですね。でこのあたりをよく描く著書として言われるのがエーリヒ・フロムの自由からの闘争という本で、要するにあの本のエッセンスとして言いたかったことは、あの時代にファシズムがそのあれほどの勢いを持ったのはファシズムが宣伝がうまかったからとか非常に戦略的に上手だったからということ以上に、実は国民の側にある弱さがあったからだというわけですね。それが自由からの闘争っていうので、その人々は自由というものを表面的に欲するように見えて、自由に伴う責任から免れたいという意識を持っているんだと、社会心理を。したがって強力なリーダーが現れてきて、それがあたかも鉄人のように見えた時にですね、非常に優れたリーダーのように見えた時に、その自分たちの責任から逃れたいという無意識が動いて、その人についていこうとすると、なんとかしてくださいと、もう私責任を負えないんで頼むから、はい、アリーリーダーなんとかしてくれると、はい、もうお任せしちゃうというイメージなんですね、はい、そうですね。でまさにそれがエリフロムが、まあ、分析したあのファシズムの台頭の社会心理学だったと。だから我々の中に自由から逃げたいという意識がある限り、ファシズム的なものはもう一回やってくるだろうとすら彼はまあ言うわけですけれども、で実はその民主主義というものを論ずるときに、このそのリーダーというものの生まれ方と、その背景にある我々一人一人の国民の意識の在り方の部分をよく見とかないと、民主主義論ってつまらない制度論になっちゃうと思うんですね。例えば多数決がいいのかとかですね、その例えば大選挙区制がいいのとか、いや小選挙区制がいいんだとか、そういう制度論の話に入ってしまうと思う。で実は私は制度論というのは別な意味では重要ですけれども、もっと手前にあるその人々の社会心理的な部分から入っていかないと、民主主義の問題というのは本質が見えなくなると思ってるんですね、はい、つまりですね、今申し上げたそのいかに民主的な制度を整備して、仮に大選挙区制だろうが小選挙区制だろうが大統領制だろうがその内閣制だろうがですね、その制度の問題をどんだけ整えてみたつもりでも、根本にある問題はその制度の手前にある国民の意識の問題だと思うんですね、うん、でここがある状態である限りは、どんな制度を持ってきても形を変えた宗愚政治になることは明らかだと思うんですね。でそれを私最近よく申し上げるのは、例えばあの岡田監督にもご参加いただいた例の官邸でのオープン懇談会の時に申し上げたことでもあるんですけれども、はいはい、なぜあれをやったかということの一つの背景は、民主主義の在り方を変えたいと。でこれまでの民主主義、日本のここ10年20年の民主主義の在り方というのは例の観客型民主主義と呼ばれるもので、要するにさっき の鉄人政治とリーダーシップみたいな話とちょっと一対なんですけれども、そのみんな観客になってしまうわけです、うん、で誰かすごいリーダーいないか、面白い変革の物語ドラマを見せてくれないか、うん、そういう舞台を見せてくれるんだったら投票するよと、うん、でいうことで誰かをリーダーに押し上げるわけですね、支持率とか言って。で実はこれここ何代にもわたる総理の生まれ方っていうのはそういう傾向があって、国民がこの人面白そうだ、あの人に何か任せたらすごい変化が起こるんじゃないかと思って総理に押し上げるけれども、現実はそれほど簡単に変革できない状態ですから、その限界がすぐ見えてくる。そうすると次の人はといって、また別な人を総理にする。つまりこれは総理の側に資質、非常に優れた資質のリーダーがいないんだ、いるんだという議論はもちろん一方にあるんですけれども、実は国民の側に自分以外の誰かがこの国を変えてくれると思うわけですね。で実は自分の責任から逃れてるわけです、うん、で投票権という責任だけ一応行使するつもりなんだけれども、その流れの中で次々にリーダーというものをすげ替えていくという政治が、この日本の残念ながら何代にもわたるその政権交代の背景にあると私は思っているわけです。そう考えると今選挙の予想するにも、誰が当選するかっていうのを、例えば大阪の選挙にしても、なるほどなと納得いくわけですね。自分で責任持たないから何かやってくれそうな人に投票しちゃうわけですね、はい、で
国民のその気持ちそのものはある分もちろん私も国民の人としては分かるんですね。誰か強力なリーダーが来て現れて、もうバッサバッサと変革をやってくれないかと、だったら投票支持はしますよと。ただそれは民主主義の解釈として私は実は非常にあのプリミティブな現象的な段階だと思ってるんです、うん、でこれはもう私の一貫した歴史観ですけれども、そもそも我々は人類の歴史で言えばまだ前史の時代にいるんだということを私も言いかねて申し上げ続けるんですね。本当の歴史はまだ始まっていないんだと。人類の歴史のこれからのまた壮大な歴史の流れから見れば、おそらくいつの日か我々のいたこの21世紀初頭などというのは、ちょうど我々が今ローマ時代などを表して非常に原始的だった時代だと言っているのと同じぐらい原始的だったと言われる可能性があるぐらい、制度そのものも、いやそれ以前に人々の意識のあり方がまだ残念ながら成熟していないんだと思うんですね。で、したがって我々は今の段階はこれほど世界でも教育水準の高い豊かな科学技術発達している民主だってそれ何がちゃんと整備されているはずの国においてですね、実はあの一昔前の修復政治と言われた時代と実はあまり変わらないことが起こるわけですね。例えばスイングバックと呼ばれるどっかの政党が300席一挙に取ってみて、ですぐまた支持率がガタガタになってみたりですね、それはその政党とリーダーの側にももちろん問題はあの絶対ないわけではないんですけれども、国民の側に自分以外の誰かがこの国を変えてくれる、そういう人がいるんなら投票だけしてあとは任せたよと、でダメならまた次の人に変わってもらいたい、実はこの意識そのものに私は民主主義というもののこの21世紀初頭における残念ながら非常に寂しい現実があるのではないかと。でそれで実は岡田さんにもご参加いただいたオープン懇談会で私が深く願ったものは、観客型民主主義に対して参加型民主主義と、つまり国民一人一人がこの国の変革は自分たち一人一人が参加していくんだと、いや変革の主体は我々なんだと、大犠牲ということは非常に便宜的な方策なんだと、本来は直接的に我々がこの国を変えていけるような制度へと向かわなければならないんだというような意識をですね、私は持っていただきたいと思って、ささやかな試みですけれども例の官邸と多くの国民の方々を結ぶあのオープン懇談会でのやったわけです。でこの懇談会そのものは本当に小さな営みですから、あまりそれを深く論じるつもりもないんですけれども、その今何が変わらなきゃいけないかというと、国民一人一人がまずその政策の意思決定というものに、単にそのこの政策には賛成反対、アンケート調査だと 50% が賛成反対という次元を超えてですね、それを具体的に論じていくようなところまであの入っていかなきゃいけないと思うんですね。でさらに言えば行動するというところまで、でそこまで射程に入れた民主主義論というものが日本にはないんですね、残念ながら。いや世界にもおそらくまだないと思う。そうするとその国民がそういうことを判断するためにもっとそれで情報開示ディスクロージャーをして国民が判断する材料を与えなきゃいけないと。だから原発の問題にしてもまずは公開することだっておっしゃってましたよね、情報、はい、そうするとその情報を持って判断する国民っていうのは、まあ一方で僕らはそういう国民の無責任な判断に任せると国が潰れるんで、ある程度明治維新以来ね、官僚だったり優秀な人が引っ張っていったと言われるんですけど、その今の国民 の判断に任せても大丈夫なレベルなのか。確かに明治の頃よりももう みんな教育水準も上がったし、いろんなこと知ってますけど、それが民主主義として本当に、あ、まあ国民の意思なんだからしょうがないっていうのか、その辺はまだちょっと情報を公開さえして、これで判断しなさいって言ったら本当になんか正しいっていうのも変ですけど、まあ、その国民なりの道しか出ないんでしょうけど、はいはい、それでいいんですかね。それもすごく大切な、うん、ご指摘だと思うんですよね。でここでもう一つのキーワードを申し上げると、制度と意識というものは相互進化、お互いに影響を与え合ってどちらも進化していくものだと思うんですね。でつまり何を申し上げたいかというと、今一挙にユートピアにはいけないんですね、うん、つまり、まあ、ユートピアほどでないにしてもある理想形にはいけない、その理由は
仮にある制度が非常に素晴らしい制度があったとする、国民一人一人が自由に意見が述べられて、それに基づいて政策が決まっていくという制度を仮に今突然導入してもですね、おっしゃる通りで国民の側の意識がですね、その成熟してないと、例えばおそらくこれは2番目の質問ともつながってきますけれども、それぞれがただただ自分さえ良ければいいという、うんうん、その考え方で、うん、その政策を論じるようになっていると、単なる利益団体同士の戦いみたいな状態になってしまって、 そのエゴとエゴがただどちらが多数になるかみたいな民主主義になってしまうと思うんですね。で、国民の意識というのはそのどの段階にあるかというのは非常に重要な問題で、最悪の場合にはもう国民一人一人がもう あたかもそのただ自分たちのエゴだけでも物を言う、自分さえとにかくこうしてもらいたいんだ、楽になりたい、豊かになりたい、人なんか蹴落としてもいいんだという社会っていうのを考え方としてあり得るわけですね。でももう少し成熟した社会になってくると、お互いに配慮し合って弱者にもっと手を差し伸べるべきだとかっていう議論も当然あるわけです。でこれはもちろん国民一人一人においても意識のレベルが違いますけれども、そのマクロに見るとその時代の国民の平均的な意識がどのあたりにあるかも違ってくるわけです。そうすると制度というものと国民の意識というものは何か一方通行に決まるものではなくて、国民の意識はこういう意識だから制度はこの値の制度でなきゃいけないとか、うん、その逆に制度をこうしておいてそれに合わせて国民の意識をこれに留めておくということでも、どちらも何かがおかしいんですね、うん、一番いい理想的な状態というのは制度がゆえに国民の意識が高まっていく、で国民の意識がある程度まで高まっていったら制度がまたさらにもう一つ成熟したところに変化していくということが一つの考え方としてはこれからの社会の進化としてはあるべきだと思うんですね。で もっと分かりやすく申し上げれば、今ソーシャルメディアというのがあります。でこれはツイッターとかブログとかフェイスブックとかいろんなものが便利になっている。でこういうものが本当は政治に対して、もしくは政治家に対して、この国のリーダーに対して国民のメッセージを届けるという意味では非常に優れた道具になってほしいわけですが、うん、現実にはソーシャルメディアもその使い方によっては、使う人の意識によってはもうただ悪行雑言で、もうただけなして中傷して、なんか流言飛行が流れてみたいなことも起こるわけで、でつまり何が問題かというと、せっかく非常に優れた国民が参加できるメディアはそろそろ生まれてはきているわけです。システムもある、システムもある。だけども国民の側がそれを使いこなせるほどに本当にまだその成熟した意識を持てているかというと持てていない、うん、ただしここが分かれ道で、何が分かれ道かというと、所詮国民なんてものはそんなもんだよと思ってしまうのか、ああいや、その国民の意識というのは少しずつやっぱり成熟していくんだということを信じられるかどうかが分かりました。なるほどね。あ、成熟していけるかどうか難しいな、その問いは。 でもこれはね、もしかしたら岡田さんのサッカーそのものにそのまま当てはまると思うんですよ、うん、で岡田さん前回もおっしゃったと思うんですが、その間違っても岡田さんは監督の言う通りにチーム、本当に機械のように動いてくれるチームというふうは全く思ってないわけですね、はい、自分で考えろと、そうするとですね、そのある部分もお前こうしたらって言った方が早い瞬間でもちょっと考えてみろと、こういう場面でお前どう動くって、で答えを与えない、でもその選手がずっと考えて何か掴んでいく、このプロセスというのは無駄なプロセス、遠回りのプロセスに見えて実は王道ですよね。つまり自発的自主的に自分で深く考えて一つの行動に向かっていく、でそういう選手が、まあ、サッカーの場合は11人になるわけですけれども、はい、いると非常に優れたチームプレーが創発的に生まれてくるということをおっしゃったわけです、はい、で実はこの場面においてもそれが1億何千万になっても本来目指すべきものは私は同じだと思うんです、うん、なるほど。いやだからチームなんかの場合はチームではできると、少なくともスポーツではそういうことができるんですと言ってきて、でもそのできる時にはやっぱり大きな何か危機的状況とかいろんなものがきっかけが必要なんですよね。前も話しましたけど、マルサスがその人工論で人間って切羽詰まった時にすごい力を発揮、逆に言うと切羽詰まらないと人間って動かないということだと思うんですよ。結局僕らでもそうで、みんな切羽詰まらないとなかなか動けないところがあって、そうすると今のこの日本人含めてみんな一般の我々国民の意識が
ここからもうちょっと上がるだろうためには何かそういう刺激が起こり得る可能性があるということですね。全くその通りで、参加型民主主義ということを私この時期に申し上げている、やっぱりある種必然的な理由があるんですね、はい、一般論としても参加型民主主義は私は基本的に正しい考えだと思ってますが、やっぱり我々今年2011年というものを振り返れば、3月11日というものがあって、はい、東日本大震災があり原発の事故もあったと。で、私は思うんですけども、確かに非常に不幸な出来事が起こった、それも本当に千年に一度と言われるような災害であり、原発事故そのものでも本当にかつて歴史の中でなかったほどの経験をするわけです。で、それそのものは極めて不幸な出来事ではあるんですけれども、私やはり何かのやっぱりこれはその日本人というものに与えられた大きく意識が変わっていく転機が与えられたんだという解釈を私はするんですね。もちろんその被災で苦労された方々に対するその深い思いは決して失いたくはないですが、現実に起こってしまったことを我々ただ嘆いて過去を悔いるだけで生きていくべきではない。なぜこんなことが起こったのか、私はやはりそこには深い意味があるんだろうと。で、日本人のまずはその意識が大きく変わるべき何かのきっかけとしてですね、与えられたんだろうと。で、それは実は見事なほどその変化が起こっていて、私よく申し上げるんですけど、 3.11 は本当に不幸な出来事だったけれども、でもあれ以降これほど多くの国民が自分が何ができるだろうか、この被災地のために何ができるだろうか、そして実際に行動に立ち上がった時代はないですよね。ここ何十年かずっと振り返ってみても、いや、もしかしたら明治維新以降ないのかもしれない、戦後というのはありましたけどね、多少は。で、そういう意味では今ほど国民一人一人が観客型民主主義のようなものから一回覚醒した、まあ間違ってもこの 3.11 の後、ああ政府何やってくれんの、早く被災地救いに行ったらと思った人はいないわけですね。自分に何ができるか、まさにそこに自然に参加型のやっぱりこの国どうにかしなければと、みんなが主体になった時期だと思うんです。ただし人の心は私自身含めてやはり移ろいやすい、忘れやすいですから、この時期に政治というものがまたある大きな動きにならない限り、残念ながら国民の側も日々の生活がありますので、その意識はどうしても薄れていくと。戻ってきましたよね、はい、本当に。ですから制度と、もしくは政治というものと国民の意識というものはお互いに良き形で相互進化を遂げていかなきゃいけない。つまり国民の気持ちがこういうふうに参加型になっているときに、政治の方が逆にそれに対応できてないのは事実なんですね。じゃあものすごく大きなチャンスだったのに、なんかそれを逃しかけてるかもしれないんですね今。はい、私はそう思います。僕はオープン懇談会の時も言ったんですけど、僕も本当同じ感覚を受けて、あの総理に向かって偉そうに、そのさっき言った選手たちが自分で動く生物的組織、この日本という国が初めて世界でね、そういう国になる国民が動き出してましたよね。自動車業界はもう水木休みにしたりって、みんなが節電したり勝手に動き出している。その時に要するにそれをなんか引き上げるような政府の方策が必要だったわけですね。そうか、僕はせっかく動き出したのに、なんか最近また戻ってきたなっていうのが結構ショックだったんですけど。そうですね、それはすごく重要なご指摘なんですよね。つまり政府としてああいう場面でどういう打ち手があるかについて、政府とか政治というもののパラダイムもこの国民の意識が変わるのに合わせて変わらなきゃいけないんですね、うん、ところがそれができてないのが非常に象徴的であるのは、災害が起こりました、とにかく復興しなきゃいけない、これもちろんそうなんですけれども、そうすると、まあ、お金を投入しましょう、予算を、復興予算、そうするとお金が足りないので、まあ、そういう意味では復興増税だとこう来るわけですね。で、これは一瞬なるほどとこう思ってしまいますが、でそれはまあ何がしかやってもいいですけれども、これは実は非常に古い政治のパラダイムですね、うん、というのはその復興に向かって何でもかんでもお金を投入してって言っても、おそらくですね、相当また無駄な使い方はされてしまう可能性があるわけですね。で、その私は本当の政府のこれからの時代の役割というのは、あえて申し上げればその言霊だと思うんですね。
つまり国民が一人一人ワクワクして、そうだこういう行動に出ようと思うよ、思えるようなビジョンとかですね、政策的な方向性を指し示すことだと思うんです。で、復興の場合にももちろんそれはありますけど、分かりやすいこの前のオープンコンなんかの例で言えば自然エネルギーがそうですね。で、自然エネルギーというものがどれくらい普及できるかどうかという議論はまた別な議論として、まあ、厳密にやってみたらいいと思いますが、むしろですね、その自然エネルギーというものをオープン懇談会のテーマに取り上げた一つの理由は、これは国民一人一人が参加できるわけですね。例えば原発が事故を起こしました。原発推進派であろうが反対派であろうが、当面原発が使えなくなることは当たり前のこととして分かっているわけです。電力についてはやはりそこに何がしか その需給の問題が出てくるだろうと。その時にどうするかというのをですね、政府の電源政策とか電力政策とかエネルギー政策とかという次元にとどめずに、私は国民にその問題を投げかける。さあこれだけ電力足りなくなります、どうしましょうかと。ただ皆さん申し上げたいと、我々国民一人一人が参加する形で新しいエネルギー社会を作りませんかと、うん、例えば省エネルギーというのは国民一人一人が参加して作り上げられる新しいエネルギーシステムの在り方ではないですかと、こういう呼びかけ方をしたら国民の受け止め方って全く違うわけですね。そうだって、同じ電気を消して回るんでも、これが単に不況だから給料が削減されちゃったからお金がないから節約しようというふうにやるときと、新しいエネルギー社会を作るんだと、うん、そのためにこういう省エネというものをうちの家族は今月振り返ってみたら 10% やったとか 20% やったということが、むしろ新しい社会システム作りなんだというですね、メッセージを国が発し得たらですね、国民の意識変わったと思うんですね。ところがすいません、申し訳ありません、節電お願いしますというところでとどまってしまうから、何か どちらかというと、どうしてこんなことになっちゃったんだ、原発が事故を起こすからこんな節電やらざるを得ないじゃないかと、うん、最後には、ね、そうすると企業が困るとか、はい、そういう経済が回らないとか、はい、そういうところ行き着いちゃうんですね、はい、ですから、うん、国民に対して新しい社会システムをどう作っていくかということを投げかけるというのは、私は言霊だと思うんですね、うん、例えば高齢社会だってもうとっくの昔に問題になっているわけですけれども、まあもうとにかくよく見せられる図ですけれども、この何年には 2.5 人で1人支えなきゃいけないとかね、でその図まで出して大変な時代が来るっていう、でもちろんそれはそうなんですけれども、なぜ我々は政府はこういうことを言わないのか。もう確かに日本は高齢社会に向かってる、でそれは事実だけれども、あの世界で最も最初にこの非常に高齢社会に向かっていく国として、それは決して残念なことではない。みんなが健康で長寿になったから高齢社会を迎えるわけですから、でそういう意味ではこの国を国民の本当に総意を集めて、世界でも最も年取った方々が豊かに生きていける国を作ろうじゃないですかと。そういう意味では民間企業も含めてみんな知恵を出してください。そして新しい公共と呼ばれるような新たなボランティアだ、社会起業家だという動きも国はある意味では政策的に後押ししようとしているわけですから、例えばそういうグランドデザインを描けばですね、国民って受け止め方は違うと思うんですね。でもちろん年金の破綻の問題とかいろんな問題あります、医療費の高騰の問題とかで、ただそれを個別の問題として、ああ困りました、国民の皆さんもちょっと税金上げさせてくださいっていう議論をやるから、国民の意識ってどんどんこう暗くなっていくわけですね。ですからもちろんそんなに美しい解決策が簡単にあるということを言いたいわけではないですけれども、政治の在り方というのは本来その国民一人一人が参加してこの国をどう変えていくか。でそのことを申し上げるとね、私1960年代の初めに一人の政治家が語った言葉って、あれから何十年経っても結構まだ正しいなと思うんですよ、はい、あのケネディが語った就任演説で語った諸君って、あの国家が諸君のために何を成し得るかを問うことなかれと、諸君が国家のために何を成し得るかを問いたまえと。もちろんあれは単なるスピーチライティングのレベルの話だったという評価もあるかもしれませんが、言おうとしていることの本質は正しいんですね。つまりこの国というのは一人一人が作っていくものなんだと。でとにかくその先ほどの劇場型政治とか、もしくは税金払えばちゃんといい行政やってくれるんでしょうという考え方は、実はもうこれからの時代にはふさわしくないんですね。なぜボランタリー経済ということが私いろんな本で申し上げるか、そして社会起業家という動きを作るかというのは、むしろこの国を作っていくのは政府も頑張ってもらいたいけれども、
昔から新しい皇居と呼ばれる、まあ、実は新しいと言いつつ古くからある皇居なんですが、みんな火の用心だとかその地域での子どもの教育とかっていうのはみんなボランタリーにやってたわけですね。つまり民と官という分け方しますけれども、この間にもう一つ言葉があって、公公というもの、公的サービスというものは我々いつの間にか官がやってくるものだと思い込んでる、うん、税金を払えば公的サービスは全部官がやってくれるものだと思い込むから、官の側もそのことに甘えて、もっとお金ください、税金ください、そしたら公的サービス充実しますと言って、実は全然充実されない、うん、そこにそのある種の反動のように出てくる小さな政府論で、政府を大きくするか小さくするかということももちろん大切ですけれども、その公的なサービスというものがなぜ官がやらなければいけないのかという根本的な問いかけをしたのが、例えば社会起業家の動きですね、まあ、NPO もそうですけれども、いやこれは民間がやればいいんだと。でそのことによって政府というものは無駄な税金を使わないでいい小さな政府になっていけるし、その反動として公的サービスがおろそかになることはないんだというビジョンも今世界全体で実はいろんな各国で社会起業家的な動きでそのチャレンジしているわけですね。これはケネディが60年代には想像もしてなかったことだと思いますね。ただケネディのあそこで彼はあくまで何かのワクワクするビジョンとして語ったと思うんですが、それが現実に今21世紀の人々に起こるとすれば、社会起業家と呼ばれるような人たちが、民間が公的サービスを俺たちがやるよと、こういう世界を作るんだと、こういう社会を作るんだと言って動き出す、こういう国民の意識の改革変革とムーブメントと一対のものとして論じない限り、民主主義というものはこれから100年経ってみても、いつどこまで行っても観客型民主主義、中部政治ともう紙一重という時代が続くんだろうと思う。それはその意識をが国民の意識が上がっていく、それとともにそういうそれを続けさせ政治のとかいろんなシステムが機能していく。で今こういう危機的状況にならないと国民の意識ってやっぱり変わることというのはね、じゃあこのチャンスを逃しちゃったと、じゃあまたなんか来ないとダメなのという不安があるわけですよ。そのなんか、まあ、教育では変わらないのかなと、そういうボランタリーやそういうことを地道に増やしていくことが、ボランタリー経済を作ったり社会起業家を作っていくことがつながっていくんですかね。そうですね、今そう言われてみれば若い人結構ボランティアとか積極的だし意識高いですもんね、うん、おっしゃる通りでね、まだまだ道がのりは長いのだろうと思うんですけれども、うん、少なくとも今回の東日本大震災の結果、私はその動きは静かな動きだけれども確かな動きになっていると思うんですね。みんな気づいちゃいましたから ね。ですからこれはたまたま私もう間もなく来週にも店頭に並ぶ本があるんですけれども、いかに生きるかという本をたまたま上司したんですね。でサブタイトルが震災後の新たな日本を開く7つの言葉という本なんですけれども、これは何を描いた本かというと、東日本大震災は確かに不幸な出来事だったけれども、あのあと我々の中で変わった価値観がいくつかあるわけです。その一つが働くということの価値観が変わったと思うんですね、うん、少なくともの被災地に入ってボランティアとして被災地の支援に向かった方々って、もちろんお金なんか 1円ももらってないわけです。だけどもある種もう大変な仕事だったと思うんですね。そのがれき片付けたり、しかもその場の雰囲気ってもう大変な悲惨な状態ですから、でもそこに働くことの意味を見出した若い方々、いや年配の方々も含めてたくさんいらっしゃるわけですね。例えば働くということも変わったし、例えば企業一つでも単に間違ってもいや今儲け時だって、まあ、そういうちょっと企業もなかったことはないと思いますけれども、でも多くの企業がやっぱり社員にそのボランティア休暇を取って行ってもらったり、被災地のために本業を通じてですね、被災地の商品をうちの店頭で売ってあげようよとか、そういうことをやったわけです。つまり実はこの震災の後に我々が見た光景というのは、震災以前のさらにリーマンショック以前の、働くっていうのはもう早くその出世して高い給料を取って、要するにこの競争社会で生き残り勝ち残りサバイバルのために頑張って働くんだという価値観は、むしろある意味で我々から見ると根本からもう覆りつつあるわけですね、うん、で同じように企業の経営者の役割っていうのはボトムライン、収益を最大化することだよなんていう
実はリーマンショック以前はそれこそが世界のグローバルスタンダードだと思い込まされたことがですね、震災の後企業だって結構真剣に本業を通じてこの被災地のために何かできないだろうかということをやり続けているわけです。でこれは被災地ももちろんこのまままだまだ支援していかなきゃいけないですけれども、企業も気がつき始めるわけです、うん、あ今被災地に対する貢献としてこういう本業の仕事をやってきたけど、いやもともと企業の仕事ってそういうもんじゃないかって、世の中を良くするためにやってるんじゃないかというその志の再発見が起こってるわけですね、うん、でもちろんこれは全体から見ればまだ少ない領域かもしれませんけれども、こういう動きというものを私はもっと広げていくべきだと思うんですね。そうか、逆にそうしないと企業が生き残っていけない。僕はホンダの研究所の社長の話しましたっけ前。いやまだ伺ってないよ。あの研究所の社長と話しててね、ホンダなんか技術いっぱいあるからもうどん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 新しい技術出しゃいいじゃんって言ったら、お母さんダメだよもうって、なんで僕らの時は DOH ダブルツインあのツインターボとか言ったら、うん、おー私も出たとかって、今の人はそんなの全然興味ないと思う。で逆に言うと技術で買ってくれる人っていうのは次こっちで新しい技術出たらそっち全部移っちゃうと、うん、そうじゃなくて今やんなきゃいけないのはそのホンダのファンをホンダの車を買いたいって人を作んなきゃいけない。つまりブランディングであり信頼関係なんですよ。その時僕田坂さんのあの信頼をこれからはね築いていかなきゃいけない。あそうか、じゃあみんなホンダファンになる人どういう人がなるんだと。あホンダってこんなボランティア活動もしてんだ。あホンダって従業員とこんなにみんなが幸せになってんだというのを見てホンダファンになったりするわけですよね。要は逆に言うと中でも社員に競争させて売り上げって言ってる会社なんかのファンにはならなくなってくる。そうするとそういう会社がダメになってくる。なんかあそこでなんか僕の中で田坂さんの言ってたあの信頼とかのねそういうものを資本を大事にする企業でないとダメだっていうのがなんか現実とちょっと一致したんですけど、そういう企業でないと生き残っていけなくなってくる。そうすると変わってくるかもしれないですね、大きく。企業のこれからの進化をどう捉えるかという今のね、非常に大切なまた話題を出していただいたと思うんですけれども、2番目の質問とやっぱり関わってくるんですが、はい、今大きな分かれ道にあると思うんですね。でおそらくその進路どちらに人類が向かうかは私の中では確かな信念があるんですが、しばらく前までは例えばその投資一つでもですね、短期的な利益がどれくらいその最大化して回収できるかというその非常にグリーディーな、まあ、非常に欲望に駆られたような投資論が、まあ、当たり前みたいになるわけですね、うん、まあ、分かりやすく言えば岡田さん儲かるよとかね、もうたった1年間の利回りこれだけだよとか、こういう考え方でそのあたかも投資というのはそういうものが作れた投資だという意識が刷り込まれているわけですね。で我々これはもう本当にこの刷り込みがすごいですから、今だって突然ねいや2年間で利回り 30% って言われたらすごいとか思うわけですよ思いますね。で思わず我々もそうかと思ってこう乗るわけですね。でこれは何をやってるかというと、その世界全体の投資の思想そのものもですね、私は申し上げますけども、いつの日かそのあの頃非常に原始的な投資の理論があったと、うん、短期的な利益が最大化できる投資が素晴らしい投資だとみんな思い込んでた時代があったと。いやそうじゃないんだと、うん、投資というのは長期にわたって新たな富を生み出せる例えば企業とか産業を育てるということこそが、うん、本当は素晴らしい投資なんだということを当たり前のことに、それから本来そうだったんですよね、人類は、ね、本来そうですけど、うん、人類は再び気がついたんだよというね、うん、こういう物語が語られるだろうと思うんですね。でその意味ではもともとおっしゃる通りで、投資というのは本来はそこから始まったはずなんですけれども、うん、まあ、これはここから先はまあ資本論みたいな、カール・マルクスが資本論で描いたようなその資本というものが生まれてくるとそれ自身の自己運動に入ってしまうから、自らをどんどん増大させようというある種の運動が確かに働いてしまうがゆえにそういう話は起こるんですけれども、まあ、あえて言えば螺旋的に発展しますからもう一回もっと戻ってくるわけで、でそもそも本来その投資というのはその新たな富を生み出すような
企業とか産業というものをどうやったら育てられるかというところから起こったはずなんですね、はい、でそこにもう一回戻ってきて、しかもその時のその投資のあり方というのが例の最近で言えばソーシャルインベストメントみたいな考え方が非常に強まってくる、つまりその一昔前の投資というのはどちらかというとその国民はやっぱりというか投資家そのものはまあやっぱり利回りのところしか見てない傾向があったわけですね、うん、でところがこれからの時代の投資というのはさっきの民主主義の国民の意識の成熟というものとほとんど一対だろうと思ってるんですが、うん、ここでいくら投資するということは一体その先で何が起こるんだろうか、うん、例えばこの投資をするとああいう企業がもっと元気に素晴らしい商品を開発するようになるんだということを理解して投資するという、実は賢い投資家は本当に賢い投資家は昔からそれをやってたし、実は藤沢さんがずっとあの何十年というか十何年ぐらいかな言い続けてきたことというのはそういうことだと思うんですけれども、うん、そういうソーシャルインベストメント的なその例えばこの企業は環境に非常にいい仕事をしているとか、例えば社会に対する例えば何でもいいですけどあの子どもたちの教育に対してこういうふうな仕事をしているからというソーシャルにいいことをやっている企業に投資しようというメンタリティまでさらに広がっているわけですね、うん、ですからこれからの投資というものは実はそっちの方向に向かうベクトルも大きくはなっているんです、うん、ただ岡田さんがさっきおっしゃったような非常にグリーディーな投資も一方で堂々と生き残っててですね、もともと次の一言で非常に怖い言葉ですけれども、そのファンドと呼ばれるものというのはある種非常に合理性はあるんですけれども、その見方を変えると個人の持っている一人一人の欲望をかき集めるところがあるわけですね。つまり私がある種のファンドマネージャーだったらもう利回りすごいですよって岡田さんも藤沢さんも山本さんも田中さんもと言って、でその考えてみたら一人一人がそうそんなにすぐに儲かるの、それはいいなというそのある種の誰もが持っているグリーディーな貪欲なものをその非常にシステマティックに引き出してくるわけですね。でこうそういう意味ではファンドの在り方というのは非常に難しいところがあって、うん、そのある自己運動に乗っかっちゃうとどこまでもエレガントに一人一人持っているその怠惰な心とか、うん、その貪欲な心とかというものを非常にエレガントにかきたてるわけですね、うん、あの例えばあの生々しくもう楽して手取り早く苦労せずに人の金に乗っかって儲かるよという言い方したら誰もが乗ってこれないですね、うん、なんかやっぱりそこは良心が動きますから、うん、でも単にあのこれくらいの利回りでまずこう絶対安全なこういう商品ですとか言っちゃうと、ああそうかと、で我々静かに心の中で実は非常にグリーディーなものが動いてるんだけど見た目はあの美しいことがいくらもあるわけです、うん、これからの賢い投資家はねってこういうことを言い出すわけですね、うん、こういう投資の戦略が重要なんだよと、そこを非常に知的な装いでその理論化してくれる人たちもいるから罪悪感を持たさないで、持たないで、むしろそれが非常にスマートな生き方だというライフスタイルとまで、うん、その重ね合わせちゃうわけですね、うん、これは非常にあの厳しい批判に聞こえるかもしれませんけど、私はそういう側面があるって怖さは我々理解しておいた方がいいと思うんですよ。で、あのある意味ではあのこれからの時代っていうのはそういう意味での悪い意味でのエレガンスっていうのがどんどん出てくる、うん、であのだって極端に言えば我々あの軍需産業に投資したりするときっていうのは客観的に見たら人殺して利益を得てる可能性があるわけですよ、うん、でも実際そういう投資は言わないですよ。これ軍需産業ですけれども、 あなたが投資した100万円で人何人か知りますけれども、あなた儲かりますよというのは絶対しないわけですよ、うん、でそれはファンドを組んでしまったら分からない、分からない。ファンドマネージャーにはもうとにかく任せましたって、一番利回りのいいその組み合わせでやってくださいというわけですから、でそういう意味では我々非常に気をつけなければいけないのは、投資する側がただ目先の何パーセントの利回りで回るんですかということだけで、貪欲なそのグリーディーな心だけで投資に向かってしまうと、その向こうは非常にエレガントにオブラートで包んだ実は非社会的な、もしくは時には最悪非人間的なことすら起こってしまうわけです。その一つがおっしゃるように、時に一つの会社潰れても短期的な利回りだけであのハゲタカ的なやり方になってしまいますね。その利益を非常に高めてしまう。でもその向こうでは非常に一つの会社が潰れてしまったり、あるべき一つのビジネスがなくなってしまったりということすら起こる。それがさらに拡大されるとおっしゃる通り、一つの国が傾いてでもそこに利益が上がってくることそのものはその最大化されるということが起こってしまうわけですね。ですから投資というものに対しては
これも本当に藤沢さんみたいな専門家がいるので、あの藤沢さんにも参加してもらいたい場面ですけれども、私はあのさっきの民主主義の問題と同じで、制度がどうかという以前に、うん、我々一人一人の意識の在り方がどこまで賢いのか、うん、深い世界を見つめているのか、これがそのまま現れてくるんだろうと思うんですね。逆に言うと今回のユーロの暴落とかね、あのヨーロッパの国債の問題とか、じゃあヘッジファンドにお金を預けてる人が、自分たちのヘッジファンドが、自分たちのお金がこのヨーロッパの混乱を起こしてんだ、この国を滅ぼそうとしてんだって知ったら引きますかね。引かない。引かないと思います。あ、そう。でも自分のね、結局ひょっとしたら自分に戻ってくるかもしれないじゃない。おっしゃる。これって本当にすごく昔を振り返ってもそうだと思うんですけど、例えば先進国が植民地を作った時代っていうのはとっても似てると思うんです。それに植民地というのっていうのは、ただ自分たちの国からそこから何かを得るためっていうのが一番大きな理由で、その国に実はお金を出したりしているけれども、実はそこの民族がきちんと対立するような形でお金を出していたり、大方の民族には武器を与えて、でそこが決して自分たちで統治できない仕組みを作って、まあ、先進国がそこからいろんな資源であるとか食料を取ってくるっていうか、輸入してくるっていうことをやっていて、生かさず殺さずっていうことをやってきたわけですよね。だからある意味あの頃も先進国の人たちが途上国を支援してますとか、彼らに産業を作ってますって言ってるけれども、よく見るとそこの人たちに紛争を起こさせたり命を奪ったりしてたわけですよね。でそういうのを見て見ないふりをしていた部分があって、今のそのヘッジファンドもそれに近いものがある。要は武器だとかそういうもんじゃなくて、お貨幣というお金のもので、なるほど、結局は搾取 しようとしてるだけなんだ。だから例えば今非常に伸びてる国でシンガポールとか中東の国々ありますけれども、あそこの国に行くと自国民っていうのは非常にクリーンで知的な産業で働いていて、うん、実際の肉体労働してるのは全員移民なわけですよね。で例えば今度サウジアラビアで女性をもっとしあの働けるようにしようと、自国民を、うん、そうすると何が起こるかというと、サウジの国民である女性が働くようになると、そこで働いていた移民たちは仕事を失うわけですね、うん、でそれについてどう思いますかって聞けば、いや移民なんだから帰ればいいと、うん、そういう発想だし、またそういう国々、ドバイもそうですけど、女性がもし移民として働いていて妊娠をしたら、もう働き手としては機能しないから国外退去。そうやってやっぱり自分たちのメリットのために他の人の命であるとか、他の人たちの生活であるかとかっていうところを意外に軽んじる人たちっていうのはまだ世界で、それは自分たちっていうのは、くくりはやっぱりその文明、まあハンチンとか言うような文明のくくりでもあるかもしれないわけよね。そうですね、それもあるかもしれない。自分たちという民族だったり部族だったり、それが分かり合える時が来ないか、まあ、僕は前から国益っていう言葉にものすごい違和感を持ってたけど、政治家が平気で国益っていうこと、国益って坂本龍馬が鎖国の時世界を見たけど、もう今の時代国益なんて言ったって自分だけよくたって地球パンクしたら終わりだろうっていうのは、でも今まだまだそれぞれの文明なり国なりは自分たちの国益なりその文明圏の益しか考えれない現状があるんだ。国連の会議に出ているととっても感じるところです。あ、そう。自分たちのメリットを最大化するために、例えば温暖化の会議、COPってありますけど、実際に現場に行くと驚くんですけれども、みんなその目標なんて作りたくない、守りたくないっていうことを必死で訴え合って、あなたの国だけ目標を守りなさいっていうことをやるわけですよ。でもそこで日本の政府は何を言ったかというと、ちょっと皆さんよく考えてください、みんな目標を守りたくない、厳しい目標いらないって、じゃあ皆さんの希望を全部合わせたら何が起こると思いますか、 CO2 増えるんですよって、これ世界のためになってないですよねって言った時に、みんながそうなんだけどそれだけは言わないでほしかったみたいな空気になるわけ。だから比較的そういう、まあ、ソーシャルな全体を一回考えることができるのは、言えるのは日本なのかななんていうのは国連会議行ったりして思いますけど、まあ、話を戻して、なので世界全体が実はやっぱりもっと世界を平和にしなきゃいけないと大きな大義名分を言ってる割には、中では自分の利益を最大化するために動いてる人がたくさんいて、その一つの現象がヘッジファンドであるっ
これやっぱりね、そう考えると、ごめんなさいね、なんかこんな話してていいのかわかんない、ふと思うんだけど、その今大義名分とか国益とかね、そのポジションにいた人は国連って言うわけですよね。でもね、意外と国民の草の根のね、国民同士ってそんなことないんですよね。何かがね、お化けみたいなものが勝手にそういう動いてんですよ。ひょっとしたらなんか支配者層みたいなのがいて、そういう人たちだけがなんか動かしてる。例えば僕今度中国行く理由の一つにね、まあこうきな臭いなんか雰囲気ある中でなんか絆ができないかと思ったのは、なんでかって言ったら、僕大学生の時韓国へ試合行ったんですよ。そしたら当時ソウルがもうちょっと近代化してたから大丈夫だったんですけど、釜山とか田舎の町で試合をすると、観客からバカ野郎バカ野郎つって瓶とか缶とか投げられたんですよ。すっごいショックだったんですよ。こんな日本ってなんか大変なことしてきたのかと。ところが僕ら高麗大と試合して回るんですけどね、高麗大のやつだと同じ寮へ泊まるわけです。何も違和感ないんですよ。でものすごいやり仲良くなって、何なんだろうこれ、世代の差っていうのもあるけど何なんだろうと。ひょっとしたら中国もマスコミやいろんなとこではもうなんか大変だ、中国にはひどいとかなんかいろんなこと言ってるけど、ひょっとしたら草の根で個人と個人がつながってみたら意外とそんなことないんじゃないかっていう気がしてるんですよ。そして今ネットっていう大きな武器があるじゃないですか。なんかその個人と個人のつながりがダーッと広がっていったら、その国連でねどうのこうのとか国益がどうのこうのと超えれるかもしれない。また青臭い夢みたいなこと言うかもしれないけど、なんか今の話聞いててやっぱ改めてなんかこの上の方にね、ドームのように公式の場へ出たら日本人はひどいことをした、あの島は俺の島だ、でも その人と個人的にこう会ってると、今回でもそうなんですよ。中国行って嫌な思い一回もないんですよ、うん、なんで、まあ、交渉の時はありますよ、うん、交渉の時は当然それはもう彼ら悪いことだと思ってない、これは文化の違いですからしょうがないんですよ。でも普通のこうやり取りしてる中ですっごいいいやつらなんですよ、うん、みんな、うん、なんかそういうものを力にしていかなきゃいけない。でも彼らだってオフィシャルのところに出たら日本人を監督にするのはって言われるわけですね。それはもう我々はもうだってそういう気持ちはある、でも今はこうとかなんか理由を言うわけですよね、うん、本来そんなこと言いたいと思ってないと思うんだけど、うん、なんかそういうものを力にできないですかね、うん、もう今の話聞いてたあのフェッチバットなんかさみんながさ力を合わせてネットでそういう情報とか回して、そんなヘッジファンドが儲けるために俺たちの社会が滅びていくのかよっていうような、なんないかな、うん、その流れは確実にあると思う。ある例えば今日本 の震災があったようなところで、うん、新しい市民ファンドみたいなものが生まれていて、今までのヘッジファンドとかいわゆるファンドって言われているものは大量のお金を持っている人がその大量にお金を出して、そして田作さんがさっきご指摘されたように短期的に効率的に大きく儲ける、うん、それがどんどん加速していくファンドが多かったんですけど、今は本当に普通に生活している人たちが本当に小銭を出し合って、で実際にその地域の被災を受けた被災者の漁業者さんたちが新しく事業するためのお金を出す、で帰ってくるリターンはもう5年先でも10年先でもいいですよ、うん、で同時に自分たちもその漁業者さんのところに行って応援して魚を買って帰ってくるみたいなことを始めていて、ある意味そういう個人が参加してもっと良心のもとにファンドを作っていくっていう動きがこれからもしかしたら広がっていって、それが世界にも広がっていくっていうこと、私は十分あり得るんだと思うんです。面白いあ、例えばこういうのできるの、スポーツの仲間でみんなでお金出し合ってファンドを作って、この東北の被災地のそういうスポーツ施設やスポーツクラブの復興のね、こう融資すると、で、まあ、当然そのリスクはあってもやるというような、そういうファンドっていうのは作れるの、もちろん作れますし、今すでにヴェルディのファンドもあります。
あ、本当。ベルディのサポーターたちが一番集まってでベルディにお金を貸してるんです。あ、ベルディはまあもっと困ってる人に貸すのがいいんだけど。もちろんその被災地のスポーツ支援のファンドっていうのはもちろん作ることになる。あ、そう。でそこには必ずそのヘッジファンドのようなスキルを持っていて両親のもとに働きたいっていう人ももちろんいるわけです、うん、なのでそういう金融的なプロは必ず。ちょっと藤沢さん相談乗って面白い、ね、面白くないですか。いや面白いです。そのね、そういうムーブメント、いや僕らスポーツってなかなか力になれないんです、正直言うと。そういう時にまあ前も話しましたけど、被災地行ってこうサインしても、避難所行ってサインしても写真撮ってもそんな笑顔にならなかった人たちが、子供たちというサッカースクールやって盛り上がってきたみんなが周りに出てきて、底抜けの笑顔の、あ、スポーツにこういう力があるんだと、今日の一歩踏み出さず希望を出す力があるんだ、それはあるんだけど、もっと具体的に何かって言ったら、なかなか結構みんなそういう、昨日も陽子絶対ランドさんらと一緒にそういうとパネルディスカッションあったんだけど、やっぱり何かしたいんだけど何もできないっていう。でも具体的にそういうファンドっていう形でできるかもしれないね。その代わりきちんとしたこう返済ができるようなスキームとかいろいろ技術的なことは考えなくてはいけないけれども、うん、できます。まあでもそこへ出すっていうことはある意味それほど返済を強要するっていう意思なくみんなに出してもらって、うん、っていうこともあるんです。ただとっても面白くてですね、うん、その返済を強要しないと逆に返済がきちんと返ってくるんです強要しないんだけれどもみんなが共感でお金を出すんです。投資家たちっていうのはどちらかというと、うん、儲かると思って出すんじゃなくて、この人応援したい、この会社応援したいとか、このスポーツ選手を何とかしたいとかって言って出すので、実はお金を貸した先にもしょっちゅう応援に行っちゃうわけですね、うん、そうすると借りた方はこんなに応援してもらってお金まで出してもらって何が何でも返さなきゃって言って頑張るので、結果としてお金の関係だけよりもちゃんとお金が回る。それもあれもそうだね。だからソーシャルインベストメントでね、貧しい方々にね、本当に日本で言えば本当に数千円で融資しただけでもすごく助かるわけですよね。本当に鶏一つ買ってきて卵を作っただけでもなんか一つのビジネスになったりする。あれって全然その貸し倒れとかね、そんな高くない。むしろみんな一生懸命それを返しに来る、はい、あれはどうしてそれが起こるかっていうのはこれすごく重要なことなんだけども、私社会システムっていうのは結構重要なのが人間観だと思うんですよ、うん、要するに人間なんていうのは泥棒みたいなもんで、もう油断したらもう金持てちゃうぞという人間観のもとでできている制度は、よく申し上げるんですけど、ある制度というのはその制度の前提となっている人間観の人間を増やしてしまうんですね、うん、つまりもう人を見たら泥棒だと思えという制度で組み立てられると、そういう人たちの意識をむしろ増長しちゃうところがあるんですね。で逆にムハンマド・ユヌスさんなんかまさにそうだと思うけども、ああいう本当にマイクロファイナンスのようなやり方というのはお金そのものも非常にありがたい流れしてますけれども、実は人間を信頼するというところにあるんですね。もともとあれは経済的に支えてあげたいということ以上に、ディグニティという人間の尊厳というのを非常に大切にしているわけですね。つまり単に恵んであげるとか、そういうことではない、ちゃんと返してくださいというのは決してその持って帰りちゃ困るから返してくださいと言ってるんじゃない。借りたものをきちっと返すということをやることによって、その人たちは本当の意味で経済的にも自立し、自分自身に対する自尊の信念を持てるわけですね。で実はマイクロファイナンスみたいなものというものの捉え方を、この人間のディグニティというところでしっかり見ておかないと、単なる非常に零細的なファイナンスをやっているというふうにしか見えなくなるんですけれども、私は今の吉田さんの話はすごく大切なことで、実はこの方々の人間としての精神の自立を支えよう、そしてこの人たちは必ずそういう自立していける人たちだというやっぱり信頼があるわけですね。だからこそこの人たちはその信頼に応えようとする、うん、結果としてそこには精神的にも経済的にも自立した一人の人間、もしくは一つの家族が生まれてくるという。でも本来そのファイナンスということそのものも、むしろこういうところに一番大切なポイントがあるんだろうと思うんですね、うん、ところがいつの間にかその
お金というものはですね、自己運動を始めますから、自らが単純にいかに早く増殖するかという、これはの資本の論理と数字を呼ばれる部分ですけれども、まあ、それに引きずり回されたような、まあ、ある意味では何世紀かというのがずっと我々体験しているわけですけれども、おそらくこの21世紀の初頭からもう一度、その先ほど申し上げたそのボランタリーな経済ということと合わせて、今申し上げたのは人間観という、ボランタリー経済って実は根本にある人間観というのはグッドウィルなんですよね。人間はみんなそういう誰かのために良いことをした時、それそのものが自分の喜びなんだという、そういう人間性を持ってるんだという前提でボランタリー経済って広がっていくわけですね。ですから経済学というものが根本から書き直される時代にはなってきてるんですね。そうか、変わってきてんだやっぱりな。僕ちょっとなんか生意気な言い方なんですけど、このウィーエリアっていう言葉を作ってね、その自分のこうエリア、このウィーエリアっていうのは自分が本当必死になれるエリア、例えば人の命が大事だっても、まあ、今アフリカでソマリアで40万人でしたっけ、飢え死にしそうとしてる、本当に真剣だったらこんなことしてられないですよね。真剣になって考えられるエリアが、まあ自分と自分の家族ぐらいですね僕は。でマザー・テレサなんか大きかったと思うんですよ。で今おっしゃったように、自分以外の人の人の尊厳とかそういうところまでこのウィーエリアをこう広げていけるかどうかで、今そういう意味では日本はそれが広がりつつ、震災のおかげって言ったら失礼ですけどあるのかもしれないですね。うん、それすごく大切なことで、人間の心の深さというものがこの震災の後我々すごく学んだと思うんですよね、はい、例えばあの震災が起こったら何とか助けてあげたいと思ってボランティアで入った人たちがみんな結構口を揃えて言うのが、励ますつもりで被災地に行ったら励まされて戻ってきたっていうね、でこれはね実は人間の心の非常にその細やかで本当に素晴らしい不思議な部分を述べていると思うんですよね。で例えばさっき あのマイクロファイナンス一つでもですね、その尊厳ということを使って、まあ、言いましたけれども、間違ってもそのマイクロファイナンスやってる方々というのは自分たちがサポートしてこの人たちの尊厳をこう高めてやったなんて思ってないんですよね。でむしろおそらくやってる方々は方々で自分たち自身の中の何か良きものが引き出される感覚を味わってると思うんですよ。でつまり目の前の一人の人間がすごく人間としての良きものを花開いていく姿というのは、それに関わる人間も鏡のように自分の中でそれが花開いていくわけですね。でこれが本当は人間というものの素晴らしい部分なんですが、少なくとも21世紀の初頭までの資本主義と呼ばれるようなものはそういう人間観の部分をバサッと捨ててしまっているわけです。ですから制度が想定している人間、つまり今の経済学が想定している人間像というのは、人間というのは安いものを買いに行くとか、自分の給料の高い方に行くとか、自分のエゴを中心に動くんだというモデルで経済学を作ってますから、で一面人間にはそういうところありますけれども、実はどういう人間像を前提として経済学を組み立てるかによって、今度はそれが反作用としてそういう人たちを増やしていくわけで、つまりボランタリー経済というものがですね、一つの経済原理として新しいその経済的な理論まで広がってたとして、それに基づいて国家がある部分作られたとすればですね、おそらくそこで生まれてくる人間像というのは、その人間というのは単なるお金を目当てに働くだけではないんだよと、誰かが喜んでくれる姿そのものが報酬だと思って生きる、その経済があるんだよと、現実はあるんですけど、その時にそういう人たちが広がっていくわけですね。ですから私はこの制度というものは、これは目に見えない資本主義という本の中で書いたんですけれども、制度というものはその制度の前提となる人間観の、そういう人間を増やしていってしまうんだと。だから我々は今経済学を書き換えなきゃいけないんですね。人間というのはグリーディーなもので、エゴで自分が得になるように、一番儲かるように行動するものだという、実はそれは人間という像のごく一部に過ぎないんですね。だから私はフランクルが突然飛ぶように思うかもしれませんけれども、アウシュビッツでフランクルがその見てきた夜と霧とかの本が書かれている、私はあれは21世紀に向かっての最高のメッセージを彼は残してくれたと、どういうことかというと、我々普通の経済学的な理解で考えるとですね、人間はエゴで動くんだと、アウシュビッツに入ったらみんな自分のことだけ、極限状況だから
自分さえ良ければいいという野獣のような世界になるはずだと思うわけですね、うん、通常のそういう議論で言えば、はい、ところがあのフランクルがあの本の中で語ったことっていうのは私本当に胸が救われたような思いがしたけれども、そのあの極限状況でその弱い人のことを支えようと人たちがいたんだと、自ら犠牲になってでも、その歴史の真実を極限状況における人間の素晴らしさを彼は生き証人として語るんですね。私はね、あのフランクの著作というのはその意味において21世紀の人類に向かっての最高のメッセージを残してくれたと。というのは我々ってどっか心にある寂しさを抱えているわけです。例えばこういうセリフに対して、人間なんてものはな、極限状況になったら所詮もう動物と同じなんだよと、うん、この人間観に対して我々どこかこの黙してしまうところがある、うん、自分自身の中にもエゴがある。だから本当にそうなったら確かに自分も動物と同じかなと、人を蹴落としてでも生きていこうとするかもしれないと思ってしまう自分自身のその人間の弱さも知っている。だけれどもフランクルは少なくともそういう人たちはいたんだと、うん、これはね、私は人間というものに対する最大の励ましを言ってくれている。その極限状況においてその人間性を失わなかった人たちがいるんだという事実をね、彼は見事に本としても記録としても残してくれるわけです。ただし彼の言葉の中にもう一つだけ寂しい言葉続きますよ。最も良き人たちは帰っては来なかったという、うん、もちろんそれはありますけれどね、でも私はもう一回どういう人間観に基づいた社会システムに関する理論とか思想というものを生み出すのかと、私は経済学を研究してこられた方は侮辱するつもりはありませんけれども、そろそろ経済学と呼ばれるものももう一段成熟する時代ですよねと。それは最低限例えば目に見えない資本と呼ばれるような信頼とか関係とか評判とか文化とかそういう資本もある。でもその向こうにあるのは経済学と呼ばれるものが立脚すべき、資本主義というものが立脚すべき人間観とは何なのかと、うん、人間像とは何なのかというところから我々もう一度見つめ直す時代が今やってきてるんだと、そのことを兼ねて申し上げてきてるんだけどね。ものすごくよく分かったですね。そこのベースのところを僕らは所詮っていう言葉で片付けてるところがあるんですけど、もっとそうだよね、ダライラマ14世がいや人間だから怒りや憎しみがあっていいと、お坊さんなのにいいのかなと思ったけどいいんだって、でもそれをコントロールしなきゃいけないっておっしゃったんですよね。稲森さんもあの人もあんま言っちゃいけないな、そのエゴはね誰だってあっていいの、でも神話がそれを上回んなきゃいけないっていう、なんか僕らはエゴはダメだと、でなんか神様みたいな、そんな神様みたいなのもいるわけないだろうっていう、そういう論争を無益な論争をしているようで、そのあってもいいけどそれをコントロールしなきゃいけないっていうような、そういう感覚でもう一回見直さなきゃいけないのかもしれないですね。そうですね、あの制度というものはこれは私本当に人間を高めていく一つの方法だとは思ってるんですね。これは妙なその宗教国家的なものではないんですが、私の申し上げる意味はそうじゃなくて、ボランタリー経済みたいなものがきちっと広がっていくような制度が生まれるということは、我々の中のそのグッドウィルみたいなものが広がっていくということですね、うん、で実は21世紀における政治の役割というのは、国民とかいろんな人々の心の中の良き部分が広がっていくような制度とは何なんだろうかと、うん、これ間違ってもそのブレインウォッシュするとか、その宗教的何かこう倫理を押し付けるような意味では全くなくてですね、一つの経済原理そのものが例えば我々の中の良きものを引き出してくれるような制度があるんだと思うんですね、うん、その意味では実はここまで資本主義が立脚してきた思想とは随分違ったもう一つのパラダイムがあるんだと思うんです。ここまではこういう議論がよくされるわけです。その貪欲だということは決して悪いことではない、その貪欲さがイノベーションを生み出し、その発明を生み出し、ビジネスを生み出し、世の中を豊かにしてきたんだと。資本主義というのはその人間の貪欲さというものをうまく活用して社会を豊かにしてきた、その素晴らしいシステムなんだという言い方をするわけですね。でこれは一面そういう側面は私は否定しません。ただし その考え方だけで律してしまったところに、逆に言えばもう貪欲賛美みたいなところまでどんどん行ってしまうわけですね。
ですから物事というのは大体一つのシンプルな議論にはめ込んでしまった時というのは大体落とし穴があるわけです。そうですね、一面人間の貪欲さが資本主義という仕組みの中でイノベーションにつながった面はあると思います。ただそのことは逆に貪欲さは全ていいんだということを全く言ってないわけですね。そこがものすごく、じゃあどこまでが貪欲でね、どこからはねいけないんだ。例えば僕もよく考えるんですよ。僕は医学の進歩のおかげで今生きてるのかもしれない。もう大昔だったら死んでるかもしれない。でそれを享受するのはいいんだけど、じゃあアメリカであった自分の子供が生まれたけど臓器移植しなきゃいけない、血液型が特殊だった、ドナーにするためにもう一人子供を産んだと、どんだけ医学が進歩してもそれって限界超えてんじゃないのと。人工妊娠中絶した赤ん坊の臓器っていうのは売買されてた時があった。どんだけ医学が進歩してもそれはいけないと。なんかでもじゃあ文章にして書けるかやったら書けないですよね。そこっていうのは感覚なわけですよね、ある意味人間の。だからそういう感覚みたいなのをこう大切にするような社会、理屈で通ってないと許されないかとかあるじゃないですか。そういうものがもうちょっとできてくれ、変わってくるかもしれないな。そう、全くその通りですね。基準を明確にして客観的な基準で律するというのは、あたかも非常に今の時代は、まあ、ロゴスの時代ですから、それは非常に優れた方法だと思い込むわけですね、うん、例えばそれを法律で決まってますとか、うん、法律ではここまでやるかダメだと、でそれはあたかも非常に社会を運営していくときに非常にすっきりとした効率的なやり方だとみんな思うんですけれども、実はそれもまたすごい限界があるわけですね。つまりこの議論だけでいくとですね、法律で決まってないことっていうのはよく言う法律で許されてるんだからいいじゃないかという議論が出てくるわけで、うん、つまりそのむしろ法律というもの以前に例えば倫理とか自己規律とかという世界は絶対的に必要なんですね。むしろそちらの方が上位にある概念と思った方がいい。でその本来理想的な社会があるとしたら法律なんか本当はいらないという、これはあくまでユートピア的に言えばね、むしろお互いの自己規律で物事がまろやかに動いていくという世界を本当は目指しているはずなんです。例えばここから先は法律では何も言ってないけど岡田さんにとって非常に辛いことになるだろう、だからやめとこうとか、あこうしてあげたら田坂さんが喜ぶだろうとか、こういうことで社会が動くということが本来の理想的な姿なんですね、うん、ところがそれだけだと今まだ我々はそこまで成熟した判断もできないがゆえに、ある程度社会の共通了解としての法律というものを定めて、効率的にこの問題少し分かりになったらじゃあもう法律で決まってるからこうだというある種の割り切りに入るわけですね、うん、でそれで何がしか効率的に動く部分というのはもちろんあるわけですけれども、物事というのは必ず落とし穴があって、最後はいや法律許されてるのは何やったっていいでしょという話に落ち込むわけです。ところがこれに対する反省がようやくその法律に反している反してないだけじゃない企業倫理というものがありますよという、ある意味では今更何を言ってるかというむしろ逆で、我々の中には倫理とか自己規律というものがある、それだけで本来やっていきたいんだけれども、やはり効率性を考えたときに ある程度の決め事はしときましょうという形で出てきた法律が、逆に法律以外の世界は必要ないんだというですね、その感覚を広げてしまっているわけです。でそれがもう 今の時代ははびこっている法律に反さなければ何をとっていいんでしょうという、もう考えられない議論が平気で生まれてくるわけです。先ほどね、そういう単純にあんまり言い過ぎるといけないっていうのは分かってるんですけど、政治の役割っていうのはある意味そういうグッドウィルを引き出してやるようなことだと考えられるわけですよね。みんなが持ってるグッドウィルをいかに引き出して やるかと。例えばそうか、難しい チームを作るときにね、例えば今中国人のグッドウィルを引き出してやるんだってやってチームできるかな。これはすごく難しいことだと思うんですよね。ある種ある短期的なあれだけ見ると本当に競争とか、まあ、エゴとエゴのぶつかり合いを書き立った方があるパフォーマンスが出る瞬間ってやっぱあるんですよね、企業でもチームでも、ね、組織でも。ですからそれは少なくとも、まあ、中国のチームのマネジメントというその問題、具体的な問題に
即して言えばですね、必ずしも私はそこはグッドウィルということではないと思うんですよ、うん、ただ社会というのはかなり長く走っていく組織であり、うん、短期的に例えば来年まで日本という国はこんななきゃいけないというようなパフォーマンスではありませんので、うん、むしろ国のやっぱりその目指しているものというのは例えば10年、20年、30年、うん、さらには何世紀というオーダーでこの国がどういう良き国になっていくかということを、それに責任を持つのが政治だと私は理解していますので、うん、そういう意味ででもグッドウィルを引き出してやるためにっていうのを持ってたいじゃないですか、この短期でもね、はい、持ちながらも目の前のことをやっぱりある程度やっていかなきゃいけないな。そうですね、おそらくですね、グッドウィルを引き出すというのは結果として私はすごく賛成なんですが、正確に言うと黙っててもそこにグッドウィルがこう引き出されてくるような場をどう作るかですね。つまり制度の問題を私先ほどから申し上げているわけです。つまりそのグッドウィルの引き出し方っていうのはそこにあまり意識が強く出てしまうとある種の操作主義になってしまう面があるので、なるほどね、うん、洗脳であったり、そう逆に言うと人間の心の機微を先ほどからずっと一貫して申し上げているんですが、こちらがグッドウィルをあまり強く意図的に引き出そうとすると今度は例の偽善というのが出てくるわけです、うん、偽善がね、つまりリーダーがグッドウィルをあるレベルを超えて強く引き出そうとするとみんなそれを擬態として演じ始めるわけですね。でこれは一般論です。組織というものの一般論、少なくとも企業経営においてはそれよくあります。例えば会社の社長がみんななんとかだとかこうある種の倫理を強く言いすぎるとみんながある種の擬態として実はエゴの方が動いてるんですが演じ始めて、みんな口々にいや会社のために粉骨砕身やりますとかいや世のため人のためとか言うんだけども、じっとその人物の奥を見ていると決してそうはなっていないという、だからここは非常に難しい部分だと思います。その通りなんですよね、人間って、うん、ああそうか、わかりました。今日は本当勉強になった中国に行かれる岡田さんのタイムリーな対話だと、ね、とてもなんかよりいつもに比べて、ね、深い対話になったと思います。田坂さん、岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ソフィアバンクラジオステーションのサイトからお送りください。それでは岡田武史、田坂博史、対話、人類の未来、また次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ソフィアバンク、ラジオステーション。ソフィアバンク、COJP。